路線の地下化に伴い、高松駅構内で線路が断絶した辰山線。この場所も2009年には、地上の鉄道施設がすべて取り払われた。辰山線は、大韓民国ソウル特別市辰山区にある、辰山駅と、同市西大門区にある、笠駅とを結ぶ韓国鉄道公社の鉄道路線である。首都圏電鉄競技、中央線を構成する路線。 旅客案内ではすべて、京儀、中央線と案内されており、辰山線とは案内されない。辰山線は最初、辰山駅を起点とする、京儀線の一部として、日本統治下の1906年4月3日に、開通した。しかし、南大門駅のターミナル化に伴い、1920年に、新村駅経由で、水色駅と京城駅を結ぶ新線が開業し、 従来の達山駅水色駅間は一旦廃止されることとなった。現在の達山線が誕生するのは、休憩未線跡地の達山駅、西駅間を流用し、西駅笠駅を新設して、旅客営業を始めた1929年のことで、ある。その際、接続路線として、新村連結線と東人里線も開通したが、今日までに全線が廃線となっている。 その後、1943年に総車場が水色駅に新設されると、貨物路線として、旧経気線が全線復活することとなった。韓国独立後、1975年に、東人里線への旅客輸送中断に伴い、貨物専用線となった。しかし、2000年代までに、経気前沿線の人口が、ニュータウン開発で大幅に増加したため、 首都圏電鉄の一部区間として、立山線を再整備し、立山線経由で中央電鉄線と京備電鉄線の直通運転を行う計画が立てられた。それに伴い、立山線は地下化されることになり、地上の貨物線は2004年に高松駅、西駅間、2005年に西駅火災駅間の線路が相次いで撤去された。その後、立山駅、 高松駅間は、辰山駅から出る改造列車の対比線として使用されていたが、結局2009年には線路が撤去された。跡地は、浅浦区により、公園という歩道が整備されている。一方、地下の電鉄線は当初2012年に全線開業する予定だったが、高松駅付近で用地問題が発生したため計画が一部変更され、 2012年12月15日に高徳駅加西駅間が先行開業し、京儀線の電車のみ乗り入れるようになった。残る高徳駅立山駅間は2014年12月27日に開業し、中央線との直通運転が開始され、京儀、中央線を構成する路線となった。また、2016年4月30日に高松駅を ソウル都市鉄道6号線に合わせる形で高政公園前駅に解消の上営業再開された。2018年ピョンチャンオリンピック期間中の臨時ダイヤではインチョン国際空港にターミナル駅発着の k t x 系港線のうちソウル駅を経由しない列車が本路線を経由して運行された。なお、インチョン国際空港とソウル駅を結ぶ 仁川国際空港鉄道も水色駅、高政公園前駅間をほぼ並行して建設されている。ありがとうございます。